皆様こんにちは。ジャイアントパンダ飼育スタッフの中谷です。6月に楓浜に新しくあげました遊具ですが、楓浜の成長に伴い落ちても危なくない高さに新たに平均台を設置いたしました。楓浜も最近かなり木登りが上手になってきまして、手や足腰の筋肉も発達してまいりましたので、さらなる上下運動の促進を目指し、少し高い位置に遊具を平均台を設置しております。消毒も済みまして、今から楓浜に一度遊んでもらおうと思っております。楓浜が運動場にやってきました。もう早速遊具に一目散です。匂いが気になるのか、匂いを嗅いだり、最近気になるものを口に入れたりすることもありますので、こうちょっと噛もうとしています。上登れるよ。登れました。結構余裕そうですね。降りれる？あ、頭から行く。今新しくつけた平均台でだいたい高さが140センチぐらいなんですけれども、パンダたち体が大変柔らかいですので、ある程度落ちても大丈夫な高さに平均台の高さは設定しております。どう？結構木の新しいいい匂いがするので、その匂いも気になるみたいですね。こんな感じで捕まり立ちをさらにできるようになりましたので、いい上下運動の促進になるのではないかなと思います。どうですか？いい感じ？
従来設置していた遊具ではあんまり遊ばずに、もう平均台ばかりで遊んでおります。気に入ってくれたようでよかったです。